皆様にお願いがございます。私のチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやっております。ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。本編動画へどうぞ。田町駅に来ました。田町、ご乗車ありがとうございます。4番線ドアが閉まります。ご注意ください。田町、ご乗車ありがとうございます。3番線ドアが閉まります。ここが田町駅ですね。ここのこっち行くと高輪ゲートウェイですね。結構きついカーブでございます。いろんな列車もここで速度落としてますよ。本当にちょっと尺がもうやばいんで、やばいっていうか、まあ本当にないんで、さっさと行きます。皆さん大変お久しぶりでございます。ダビソンノです。今回は田町駅を紹介していきたいと思います。今回紹介する田町駅は1909年に開業した駅で、京浜東北線山手線の駅として知られております。近くに大門駅がございます。今目の前に映っている車両が E233 系1000番台京浜東北線の車両でございます。現在、田町駅はホームドアが京浜東北線の方にはついておりません。山手線の方はついているんですが、まだ京浜東北線はまだ搭載はしておりません。少し前、高輪ゲートウェイという新しい駅が開業しましたが、その駅が開業する前はお隣が品川駅、反対側は今も同じく浜松町駅でございます。まあ、近くに大学なのかな、そういうのもあるかと思います。まあ、ちょっと海が近いところですね。まあ、本日の田町駅の紹介はあと少しで終わります。あと近くに新幹線とか東海道線の車両も見られる、ちょうどいい駅でございます。子供向けだと思いますよ。とてもおすすめいたします。では動画の方に戻ります。次の駅に向かいます。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。最後にもう一度なんですが、皆様にお願いございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。現在登録者がだいたい270人程度おります。少しでも多く登録してもらいたいので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録した上で通知をオンにしていただくと、私の動画が投稿した時に通知が来ます。
通知をオンにしていただくととても良いです。あとツイッターの方もやっております。ツイッターもフォローをよろしくお願いします。最近ちょっと動画の頻度が下がっておりますが、ちょっと私も忙しいので新しい動画を投稿できない場合があります。その辺はご了承お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。